じゃあ次はここですね。ここ給冷室なんですけど、なんか今何もなくて、これは卵白ですね。卵白を入れてます。なんかこうケーキとか卵白だけとかいる時とかは、なんかこんな風に袋に入れて1個ずつとか、分かりやすいようにしておくとめっちゃ便利です。なんかシフォンケーキはね、冷たい方がよく泡立つので、これおすすめです。で、隣なんですけど、隣は氷ですね。うちなんか氷作るところがもうなんかバカになってて使えないので、もう氷買ってきたりとか、なんか家で作ったらもうこんな感じで入れてます。はい、じゃあ冷凍庫ですね。まず一番右ですね、一番下がなんかこれはね、業務用スーパーで買ったんですけど、タコの唐揚げって美味しいらしいんで買いました。で、これもなんか間違えた、業務用スーパーで買ったんですけど、のり巻き天ぷらなんか美味しいって聞いたんで買ってます。で、ここの辺はね、お姉ちゃんが最近お弁当いるんですけど、冷食がいいって言うんで、なんかちょっとずつ使えるようになんか入れてます。で、これは枝豆ですね。これはね、弟が好きです。で、もう茹でてあるのでめっちゃ便利ですよ。で、これはね、トウモロコシですね。こんな感じになってて、なんかね、よいしょ、蓋開けてポンポンポンっているだけ使えるんで楽です。で、これはね、パン粉いったやつを入れてます。マッシュポテトとかの上にこうひき肉となんか一緒に食べるとコロッケみたいな感じになって美味しいです。で、これはね、ネギですね。なんか自分で洗って切ったやつをいつでも使えるように入れてます。で、下がお餅でしょう。で、あとはなんかこれがね、ベーコンとソーセージ、こんな感じでね、小分けしてると便利ですね。ラベリングめっちゃ便利です。で、これはね、エビと、私エビ嫌いなんですけど、子供は食べるかなと思って、なんかもう剥かずにいいやつ、なんか剥くと痒くなるんですよ、手が。だけどそれもなくて使えるので子供用に買いました。こっちはね、シーフードミックスです。あ、ラベルが見つかった。で、これがね、豚の生姜焼きと、あと牛丼のやつ、なんかね、いつでも食べれるようにね、作ってなんか小分けしてます。で、これはね、鶏団子で、コープのめっちゃ美味しいんですよ。あのね、三つ手鶏のを使ってます。こんな感じでめっちゃね、美味しくて、お鍋とかスープに入れます。で、これはね、コストコで買った餃子、めっちゃ美味しいんですよ。これがこんな感じですね。あとは揚げ、なんかお味噌汁に入れれるように、もうすぐ出せるように入れてます。で、これはね、おうどん、余ったやつをね、ここに入れてます。で、このね、奥なんですけど、ちょっとね、なんかケーキ、チョコケーキ作ったやつとか、これはね、バターなんですよ、お菓子の材料。で、下はね、ちょっと見にくいんですけど、ピューレですね。マカロン作ったりとかするときに使います。で、あとはこれ牛脂ですね。で、これはね、イースト菌と、あとはね、こっちは台東用のイーストですね。とくるみとか、あとはもうモルトとか、本当にパン作りの材料と、あとこれはなんかね、ブブアラレでよくお弁当にね、入れるんですけど、なんか量が多かったんで、もうちょっと冷凍しました。で、これはね、マカデミアナッツのソース、ホットケーキに使います。なんかこんな感じでね、結構パンパンですね。イーストはもうね、冷凍した方が長持ちするんですよ。
なんでもうここに入れてると安心です。じゃあ2段目ですね。こう開けてすぐ出てくるのがうち2段目なんですけど、なんか子供が食べやすいようにこう小分けしたとね、これはねちょっといろいろ書いてますけどマフィンですね、作ったやつ。あとはこれグリーンコークのめっちゃ美味しいですよ。これね500円ちょっとかな、2枚入っててめっちゃ美味しくって、子供がねお休みの時によく朝食べてます。でこれはなんかね小分けした米食のおかず、ちょっとなんか忘れた、こんな感じで小分けしています。あとは冷食にした卵焼き、片栗粉を入れるとなんかマヨネーズとか入れると卵焼きも冷凍できるんですよ。なんで1個ずつ使いたい時に便利です。これはなんか冷食のなんかもう自然解凍できるっていうやつをなんかこうまとめて、もう残りが少なかったんで袋に入れました。でこれは自分用のなんかご飯ですね。で何だったかな、ズッキーニとか人参とか和えたやつで、これはパンを作って余ったやつをこんな感じで砕いてなんかスープ、コーンスープとかかぼちゃのスープになんかクルトンみたいな感じで入れてます。すぐお湯に入れたら戻るんでおすすめです。これ人参切ったやつと、これはね天かすですね、冷凍してます。でここはねジンジャーって書いてますけど、生姜ですね、なんかね一かけずつみじん切りにして冷凍してます。で隣がガーリックで、なんかこれは丸ごと1個を冷凍してます。なんかこのまますぐなんかこう切っても柔らかいんですよ。なんでもこれで最近はしてます。でこれは作り置きかな。油ってねなんか作るとこう緑にオレンジになるからちょっとなんか嫌なんですけど、これはねお姉ちゃんのチェリーですね、さくらんぼの冷凍のやつです。でこれも私のご飯をもういいかな、ラベルと思って入れてます。であとこれは業務用スーパーでちょっと初めて買ったハッシュドポテト、なんか美味しいって聞いたんで作りました。作りました、買いました。でこれはねおにぎり、焼きおにぎりを作って冷凍してます。なんかこの辺はなんかねご飯関係でこうまとめてるんですけど、これはオムライスの中に入れるやつとか、あとはあちょっともう溶けてきちゃってるから早く締めたいんですけど、鶏そぼろとかご飯ですね。これはささみですね、茹でたやつ入れてます。であとは鶏そぼろとかなんかこんな感じの味を入れてます。ちょっと一回締めますね。じゃあ一番上ですね、一番上なんですけど、なんかもうこんな感じでこう囲ってます、箱で。これはね豆腐ですね。でこの下のがラズベリーの冷凍したやつと、あとはこれはねタピオカですね、タピオカを入れてます。で隣がオニオンですね。で、ここはね、炒めたオニオン。で、下はもうチョップにした、みじん切りにしたオニオンですね。生の入れてます。隣がブロッコリーで、下が大根ですね。こう何が下にあるか分かりやすいのに、ここにね、下に大根とか書いてます。これしとくと便利です。ちょっと一回閉めますね。じゃあ一番上の奥ですね、これがアイスです。でこれもアイスです。両方アイスなんでもうラベルは何もしてません。
で、ここがキノコで、下がね、ここ書いてますけど、栗の渋皮煮とカレー、あまり使わないのを下の段に入れてます。で、ここは大根のすりおろしが下に入ってます。ここにね、2つ大根のすりおろしのストックがあるので、もう下に入れてますね、残りで。これはネギですね。で、これは長あのネギなんですけど、こう千切りにしたやつ2種類入れてます。隣がほうれん草ですね。これグリーンコープのなんですけど、めっちゃ便利なんですよ。使いたい分だけ使えるやつを入れてます。で、下は五穀って書いてるんですけど、パンとかに使う五穀をもう冷凍してます。じゃあこんな感じですね、うちの冷凍庫の紹介終わります。